皆さんこんにちは。立憲民主党宮崎県第1区総支部長で宮崎県議会議員の渡辺壮です。今日は8月3日月曜日です。例年であればこの時期、地域の夏祭りが続く季節です。私は宮崎市の東大宮、そして大宮地区というところが地元ですけれども、この地域は自治会単位での夏祭りが大変多く開かれるところです。いつもであればこの7月末そして8月頭の土曜日日曜日というのはですね、土曜も日曜も2つ3ついくつかの夏祭りをはしごをしながら、走り回っているというのがいつものこの時期の過ごし方でありますので、今年は夏祭りも一つも開かれないという状況になっています。大変寂しく思うところでありますけれども、今は新型コロナ乗り切るためにですね、そういう状況も仕方ないのかなというふうに思っています。外を歩いていますと夏休みですので子どもたちの姿も目にします。子どもたちにとっても、寂しい夏だろうなという気がします。地域のお祭りもありません。花火大会もありません。学校のプール開放もなければ、旅行にも行けない。おじいちゃんおばあちゃんのところに、帰省をするということもできないという子どもたちもいるというふうに思います。まあ、私も2人の子どもを持つ父親としてもですね、この2月以降の子どもたちの過ごし方を見ていると、何ともやるせない気持ちにもなってくるところではありますが、いろんなことが制限をされる今年の夏でありますけれども、このような状況の中でも何か、生涯忘れることのないこの夏の思い出をですね、子どもたちも持ってもらうことができるといいなということを願いながら、過ごしているところであります。さて、前回の動画見でもお話をしましたけれども、宮崎県では7月の22日以降新型コロナウイルスの感染確認が止まらないという状況が続いています。本当に連日の確認で、その数はですね、今日8月3日今日時点のものも含めると今日宮崎県の発表分が6名そして宮崎市の発表分が2名ということで計8名の感染が確認をされていますので、累計で195人ということになりました。200人というラインが目の前に迫ってきているという感じです。今の状況、政府は第2波と認めないわけですが、宮崎県では7月22日以降にこの第2波と言われるような数の増大が起こっておりますけれども、ちょうど7月22日以降の感染確認陽性者数は175人ということになっていますので、宮崎県ではこれまで感染確認された方々のそのほとんどがこの第2波の時期に集中をしているということになっています。今県は県下全域に感染拡大緊急警報を出しています。宮崎県の場合は県内を通常からある医療圏ごとに7つの地域に分けています。7つのゾーンに分けているわけでありますが、県は昨日2日にですね、一番北のゾーンとなります延岡西臼杵医療圏県域をですね、新たに感染状況が厳しい地域ということで、非常に高い位置づけに変えました。これは西都固有圏域と同じ段階まで警戒の度合いを高めるという発表でありました。合わせてですね、これは8月1日までのデータということになりますが、人口10万人あたりの感染者数が県内は 10.61 人ということで、この 10.61 人というデータは全国的に見たときに沖縄、東京、福岡、そして大阪、愛知に次いで6番目になるという発表をいたしました。先ほども少し申しましたが、第1波の段階では宮崎県内は全国でも非常に数の少ない地域でありましたし、感染が確認されない期間も大変長くありました。ある意味ではそういう状況でありましたので、
反動のようにこの第2波が非常に高い勢いでですね、感染の確認が続いていることは大変県民の皆様にも大きな動揺を与えているという状況になっています。クラスターは高鍋町と延岡市2カ所で今確認をされている状態になっていますし、県庁や、行政機関、さらには学校、民間企業、大学などで、働いている方や通っている方などの感染が確認されたという発表もそれぞれのところから相次いでいる状況であります。この状況を振り返って考えるとですね、ずっと県外由来の感染の広がりというのを強く警戒をしてきたわけですが、もう今の段階というのは県外由来の感染がというか県外由来で入ってくるものだけを警戒するという状況ではなくて、県内の中でも感染がこう確実に広がっていってしまっているという状況というふうに受け止めるべきだということを改めて実感をしているところです。そのような状況の中で、県は7月の30日に県民の皆様に新たなお願いをするという判断をいたしました。今回の判断については知事もいち早い判断をなさったというふうに見ています。これは知事が状況を深刻に見ているということの裏付けなのかなというふうに考えているところでありますが、その新しい判断の中身というのは、接待を伴う飲食業の皆様には休業を要請するということ、そして、接待を伴わない飲食店、居酒屋さんであったりレストランであっても営業時間を午後8時までにしていただきたい、そして合わせて、酒類お酒の提供をするところに関してはその提供時間を午後7時までにしていただきたいという内容の要請であります。要請の期間は、お盆が終わる8月16日までということになっています。要請に応じていただいた方々には協力金という形で、これは県まずベーシックとなる県の判断分が、接待を伴う飲食店が10万円、そしてそれ以外の飲食店については5万円という考え方を示しているところです。ただこの額では十分ではないという声がたくさんあることは理解をしているところでありますので、各市町村がですね、それぞれ場所によっては上乗せの協力金支給を行うということを決めてきています。例えば宮崎市であれば、接待を伴わないどちらの飲食店であっても、10万円の上乗せをするということを決めています。そこを加えてもですね、この8月、例えば観光客が通常であればたくさん訪れる時期、また県内に暮らしていらっしゃる方もですね、帰省してきた方々との飲食であったりとか、友人の方と再会をされての飲食であるとか、人の交流が増えて繁華街の飲食店等も賑わう季節だろうというふうに思いますので、この協力金の額では十分ではないというご指摘は、その通りだろうというふうに思うところであります。県市町村の財源が限られていることは事実でありますので、なかなか難しい問題だというふうには思っておりますが、私どももそれぞれ議会の立場からもですね、さらにこの先の状況の推移をしっかり見つめていきながら、やはり国が今持っているお金をですね、しっかり地方に出さなければ、地方は実態に合った判断がしていくことができないという状況になりますので、そのことを、何党に所属をしているとか、そういう立場はなく、どんな議員も同じように思っているところだと思いますので、力を合わせてそのことをきちんと国に求めていくという取り組みを進めていきたいと思いますし、県の執行部も同じことを求めていくと思いますので、ある意味ではその後押しをしっかりしていきたいというふうに考えています。今回の休業要請等があった後、私も飲食業を営む方々何人かの方とではありますがお話をさせていただきました。印象から言うと4月末5月の頃の休業の時期に比べてもですね、深刻さはより増している。また飲食店をやられている皆さんの気持ちの面も考えても、
ある意味では先ほど申した4月末5月の時期よりも大変大きなダメージを感じながら過ごしてらっしゃるという印象です。厳しい時期があって、なんとか少しずつ盛り返して、ようやくこうその歩みが、確認できてきたのかなという状況であったからとこそだと思いますが、今の状況大変きつい状況だというふうに皆さんが受け止めてらっしゃることは、よく理解をできました。また加えてですね、このままでは店を続けることが難しいという声も以前よりも多く、今回の第2波のコロナの状況に合わせて聞くようになっていますので、しっかりと本当にその状況を受け止めなければ難しい状況が続くということを改めて強く感じているところです。今この状況を考えていく中で、県民の皆さんはそれぞれ日々新しい情報が出てきます。例えばここの町でも感染が出た、ここの町でも感染が出た、また学校で先生が感染する事例があったり、企業でクラスターが起きたり、そういう新しい情報に日々触れながらですね、ある意味ではなかなかその気持ちの動揺が収まらない、不安が増大されていっているという状況が続いているのではないかというふうに考えます。今の状況、この状況をどう捉えるのかというのは、大変難しいなというふうな印象を持っています。様々な方が指摘をされていますが、今の現状というのは、急激に感染者数は増えていってますけれども、それぞれの皆さんの症状を見ると比較的軽い症状であったり無症状という方も多いと、だからある意味では、ポストコロナの社会のありようではありませんけれども、緊張を高めすぎるのではなくて、そのコロナが内在する社会の中でどうやって過ごしていくのかということに重点を置くべきだというお考えの方がいらっしゃるというのも重々わかります。で、症状が重い方は少ないという傾向が、全国的にもその傾向その通りだと思います。で、宮崎県でも重篤な方はいらっしゃらないという状況が続いてきましたが、今日先ほど午後4時から行われていた県の会見によると、感染確認がされた方の中で、症状が悪くなってですね、これが重篤とか重体と言えるような状況なのかは判然と今の段階では分かりませんけれども、少なくとも一定程度よりも症状が重くなったという方が確認をされているという内容も先ほど会見の中で出ていきました。考え方はそれぞれ皆さんあるかと思いますが、私自身はまだこの状況が大丈夫だ、この状況を普通というふうに考えていいのかというふうに判断をするにはまだ十分な知見が足りないのではないかという気がしています。まだコロナの実態も分かりませんし、今こうではないかと思われていることが少し経った後にはそれは間違っていた、普通ではなかったというふうな考えに至るということも十分にあり得るのかなというふうに思っているところですから、まだ今の現状というのは後ほど、少し過剰に警戒をしすぎていたということになったとしてもですね、やはり人の命を守る、健康を守る、そして重篤になる可能性がある方がいらっしゃる以上は十分な警戒をしておくというのが今は正しい答えではないかというふうに感じているところです。もちろんこの先さまざまな知見が積み重なっていく中で、ある意味でコロナと共に過ごすということの、言ってみれば社会的な合意であったり共通の認識が形成をされていくという段階になれば考え方が変わってくるというのはもちろんあることだろうというふうに思います。現状も様々な考え方はあるところだと思いますが、やはり行政や政治が下すべき判断としては、今は命と健康を優先するために十分な警戒を強めておくことというのが今は正しい答えではないかと個人的には考えているところであります。いずれの立場に立っていらっしゃる方にしてもですね、現状新しい生活様式をしっかり気を配ってできうる限りリスクを低減させていくという立場には立っていることは皆さん同じだろうというふうに思いますので、その点は世の中のほとんどの方々と考え方を共有できていることではないだろうかというふうに思っています。ただ一方でそろそろ政治は
この状況をどう認識をしていて、今後の舵取りをどう取っていくのかということを国民の皆さんにお示しをしなければならないんじゃないかというふうに思います。特にこの国のトップはそろそろいい加減にきちんとした考えを示すべき時ではないでしょうか。今テレビのニュースを見ていると、その画面に出てくるのは各地の知事など先頭に立って取り組む地方のリーダーばかりという状況になっています。大変強い違和感を感じるところです。まあ、新聞報道等によると、この国のトップは、都合の悪いことを指摘をされるのが嫌だからというふうに、まあ、国会が開かれることに対しても及び腰になっているというような話も聞こえてきますけれども、まさかそんな情けないことはないだろうというふうに私は信じたいというふうに思っています。そろそろ政治がこの状況に対する認識を、特に安倍総理はこの国を、まあこの国の行政を司り、そして国民の皆さんの生活を左右する立場にあるわけですから、しっかりと状況認識を示していただいて、今後どういう考え方を持っているのかということをきちんと示していただきたいというふうに思っています。国会に専門家の方々を参考人として呼んで、幅広い意見を聞きながら、必要があれば専門家の方々同士が盛んに議論をできる場を作っていくということを考えてもいいというふうに思いますし、そしてその専門家の皆さんたちの議論を受けて、その状況を踏まえて国会では与党野党それぞれ立場を乗り越えてですね、今必要なことが何なのかということをみんなで知恵を出していく、出し合うための議論を深めていくということが必要だと思います。その過程をしっかり踏むことによって、国民が今何を求め、そして政治が果たすべき役割は何なのかということを徹底して議論をしていただきたいというふうに思います。与党野党の立場関係なくですね、その姿をしっかり今国民の皆さんにお示しすることが、国民の皆さんから政治に対する信頼を取り戻す最大の術ではないかというふうにも感じているところです。ぜひともすぐに臨時国会を開催していただきたい。仮に法案がないからといって議論することがないということにはならないはずだと思います。先ほど申したように参考人として、専門家の意見をたくさん聞けばいいと思いますし、そしてそれをもとにして今後のあり方について議論を交わせばいいというふうに思います。もし法案がないということだけが理由だというのであれば、なぜ総理は閉会中審査に出てきてしっかりと自らの考えを示すという誠意のある行動を取らなかったのか、どう考えてもやはり疑問符の残ることばかりだというふうに思います。もちろん私の今の立場というのは、臨時国会を開いても私がそこに議論に参加をする立場にはありませんけれども、きちんと国会で議論を尽くし、与党野党関係なく幅広い国民の代表者として、その声を背負っている者同士が真剣な議論を交わして、次の方向を導き出していくこと、これが今一番求められていることだというふうに思います。最後にもう改めてになりますが、ぜひとも政府与党の皆さん、すぐに臨時国会を召集して議論を始めること、議論を再開することを求めまして、今日の動画ミニを以上とさせていただきたいというふうに思います。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。